こんにちはでです今日は AmazonFBA は隙間時間を使った副業にぴったりというお話です。えー、やっぱりね、えー、副業まあ、何がいいのか。まあ、誰でもできるアフィリエイト、まあね誰でもできるだけなかなか稼げない。まあ、物販の場合ね、えー、無在庫ならまあ気軽くに始められるけどやっぱり儲からない。そうするとね、物、えー 在庫を持って、えー、取り組む物販が、まあ、在庫を持つというリスクを負う分だけね、えー、逆に儲けやすいということが言えます、まあ、ただね、えー、他の、まあ、方法もね最近 Amazon も厳しくなってきたし、まあ、厳しいっていうのはアカウント作成とかね、えー、出品するもののルールなんか厳しくなってきたんで、まあ、何かね、えー、Amazon じゃなくても、まあ、稼げるかという観点でね えー、ここ1ヶ月半ぐらいですかね、えー、中国の仕入れのこと調べたり、中国行ったり、えー、して色々、いろいろ調べてるとこなんですけど、やっぱりね、空いてる時間に副業で取り組んで、忙しい時にはね、えー、全くいじれないこともあると、まあ、そういう人が、まあ、稼げることが可能なのはね、やっぱり FBA を使ったアマゾン輸出しかないんじゃないかというのがね、えー、今のところの結論です。 主に、まあ、物販で物を売るならね、えー、5つの方法がありまして、US アマゾンで販売と、ねえー、アメリカアマゾンで販売する。それから eBay で、えー、世界中に販売すると。で、タオバオで中国に販売する。で、自分で使った、作ったネットショップで販売する。まあ、これはね、えー、日本なり、えー、世界中、他の国なりターゲットを絞った国に販売する。 で、5番目としてヤフオクやめる狩り、アマゾンで日本に販売するというのがあります。で、この4番、5番はね、初心者の方にはちょっとおすすめできません。で、3番はね、初心者の方におすすめできる形に組み立てられるかどうか、今、えー、いろいろ、えー、調べたりテストしているところです。そうするとね、やっぱ1番、2番、ね、えー、アメリカ、アマゾンか、eBay かってことになるんですけど、やっぱ eBay はね、えー 空いてる時間にドバッとやって、で、ドバッと出品してね。で、あとはほったらかしという形を取ると、まあ、ひどいことになりますね。えー、売れてて、その対応が悪くてクレームになるとかね。まあ、せっかくリミットアップして、えー、状況良くなったのにね、えー、ほったらかしにしといたら、えー、当然全く売れないと。まあ、そういうのを考えるとね、やっぱりある程度お金があれば、えー、US アマゾンで売れる商品を選んで、在庫を入れとくと。 ね、極端な話、ドバっと在庫入れとけばね、えー、3か月や半年ほったらかしでも、えー、売り上げ3000ドルとかね、えー、それぐらいは上がります。まあ、もちろんね、補充しなきゃ徐々に落ちてきますけど、まあ、それでも在庫たくさん入れときゃ売れていくと、まあ、本当にね、えーまあ、楽な、えー、手法だなというのをね、ね他の手法で何とかしようと思うと、逆にアマゾンの、えー、有利さが、まあ、際立っているということが言えます。 しかもね、えー、今年、あるいは、えー、来年になるかもしれませんけど、まあ、オーストラリアアマゾンが始まるという、えー、ビッグイベントもあります。これ、オーストラリアっていうのはね、えー、品質の低い中国商品を高く売ってる市場なんで、で物が少ないと、まあ。これね、本当にアマゾンが物販を始めて、えー、FBA が、えー、開始された日にはですね、かなり儲かるという有望な市場です。ですので、今のうちからね、アメリカアマゾンを初めて慣れておくと。 ねまあ、慣れておくってことプラス、えー、もしかしたらアメリカアマゾン、ね、あるいは日本アマゾンでアマゾンでの販売実績がないとオーストラリアアマゾンの物販に参加できない可能性もあると、ね、いうことがありますので、まあ、今からアマゾン輸出に取り組むことをお勧めしますどんな形で、ね、アマゾン輸出やるのか何に気をつけなきゃいけないのか、まあ、その辺の情報を、ね、無料で公開するメルマンがありますので えー、この上のメールセミナーってとこをクリックしてですね、えー、情報をチェックしてみてください。このメールセミナー、今クリックします。まあ、クリックするとですね、このように、えー、名前とメールアドレス入れるとこでできますので、これ記入してですね、登録するボタンを押せば、えー、Amazon 質のノウハウ、あるいはサポート募集のお知らせなんかを配信させていただきます。ご登録をお待ちしてます。以上、テンバーアカデミー、堀秀夫でした。